あれ今日一緒だっけ。うん、合同でバスケやるらしいよ。あーまあ怪我しない程度に頑張るか。あー重い。あれトビオくんも片付け。 MVP の副賞で片付けの権利をもらった。何それ、香りも MVP か。私は自分から片付けるって言っただけだよ。相変わらずだな。ほらほら早く片付けちゃおう。このキャスターが壊れて持ち上げて運ぶしかないスコアボードを奥に運んだら終わりだ。それは手伝ってくれってことだよね。いや一人で運ぶにはちょっと重いとか思ってないから大丈夫だぞ。ほら運ぶよ。いった背中叩くなよ。ほらそっちもって。へーい。サンキュー。なんか言った。いや何も。サンキューって聞こえた気がしたんだけどな。聞こえてんじゃねえか。この辺でいいだろう。ここに置くの。出す時もここにあったしな。とりあえず置くぞ。どうした。ちょっとこの辺散らかりすぎじゃない。いつもこんなんだぞ。うち少し片付けていくから先帰ってていいよ。俺も手伝うよ。え、いいよいいよ大丈夫。香りだけじゃこれ持ち上がらないだろ。ありがとう。なんか言った。めちゃくちゃ広くなった。コツがあるのだよ。ぜひともご教授願いたいものだ。あれ？ん？どうしたの？開かない。え？嘘！火がかかってるみたいだ。中に俺たちがいるとは思わなかったんだろうな。ちょっと本当に開かないの。危ない。え、急に走ると危ないって。大丈夫？どこか撃った？俺は大丈夫だよ。本当？よかった。大丈夫か？うん、ありがとう。え？なんか言った？もうそれはもういいよ。そういえばさ、すごく慌ててたうちが言うのもあれだけど、お？普通に考えてこの後体育するクラスあるからその時に開くよね。ああ、そうだな。その間は気づいてなかったな。
香りを助けるのでいっぱいいっぱいだったからな。不意打ちずるいよ、もう。痛い痛いって。ところで香り、このまま扉が開いたらさ、うん、いろいろやばくないか。あ、そうだね、離れるね。噂をすれば誰か来たな。うち説明してくるね。おう、頼む。そんなことないと思うけど。